示を開始いたします。状況開始。左前方をご覧ください。第15飛行隊が装備する UH-60JA 通称ブラックホークです。このヘリコプターは最大13名を搭乗させることができます。情報招待のオートバイ組です。ただいま進入してきました装甲車は低走行機動車、通称ラブであります。イラク復興支援活動において活躍しました。装甲車は第15警察隊の装備する87式偵察警戒車、通称 RCV です。砲塔には強力な 25mm 機関砲および 7.62mm 機関銃を搭載しています。偵察部隊は敵情解明のため敵陣深く潜入を開始します。敵情を承知した中隊長は中野台に対し攻撃を開始する模様です。中隊はグランド沿いに中野台を攻撃で進む。パルク戦闘部隊陣地侵入を開始。パルク戦闘部隊が侵入してまいりました。はじめに侵入してきましたのは 120mm 迫撃砲です。この迫撃砲はフランス製で、弾丸1発の重さは約 16kg です。迫撃砲は敵に隠れた山の裏側からでも射撃することができます。続いて侵入してきましたのは 81mm 迫撃砲です。この
制で、ランナー1発の重さは約4キログラムです。また小型軽量であり、車両によるほか分解して人力により搬送することもできます。続いて左前方および林のダイヤに侵入してきましたのは87式対戦車誘導弾、通称チューマットです。レーザー誘導方式の国産の対戦車ミサイルです。暗視装置により夜間でも数キロ先の目標を正確に射撃することができます。バーベキューの画をご覧ください。狙撃手が射撃支援のため陣地侵入を開始しました。中隊長、こちらからスタート問題、射撃準備完了。こちら中隊長、了解。攻撃準備射撃開始。開始されました。攻撃部隊が攻撃を開始する前に敵の陣地に対し迫撃砲による射撃を行い敵を制圧します。中隊長、こちらから戦闘部隊最終発射。攻撃部隊が侵入してきました。ラグを装備した小銃小隊です。負傷者が発生、救助が開始されました。ただいま侵入してきましたのは第51普通科連隊本部管理中隊衛生小隊の救急車組です。来ましたのは第15後方支援隊整備中隊の中レッカー組です。こちら小銃
小隊突撃中戦要求。こちら中隊長了解。小中小隊の突撃のため航空機および迫撃ホール射撃により中野台一帯を制圧します。制圧します。狙撃手も射撃支援のため陣地を変換します。ご観覧大変ありがとうございました。ご連絡